異世界にいる先生です。ほい、異世界にいる生徒です。さあ、今日も検索してはいけない言葉を検索していくよ。残り250個だな。張り切っていきましょう。それでは本日最初のワードはこちら。うどん。なにそれ？これは検索すると、オディロン・ルドンさんっていう、19世紀後期から20世紀初期にかけて活動したフランスの画家の作品がヒットするよ。その作品がちょっと怖いよねって話。どんな作品？例えばこういうお目目の気球とか。センスある。こういう万引きを企んでいそうな雲とか。夕飯の献立なんだろうな。って思ってそう。泣く雲さんとか。コッパ？なんで雲ばっかりなん？いや他にもこういう不気味な絵も描いている。一つ目巨人さんやん。でも私、結構好き。悪の花ってこれを取り入れたんかな？次のワードはこちら。井田敏明。なにそれ？これは検索すると、片岡仁左衛門一家殺害事件についてヒットするよ。なんか昔っぽい名前だな。そうそう、1946年に起きた事件で、歌舞伎役者一家5人が住み込みの男に殺されたってなものなんだ。そりゃまたどうして？犯人は見習い作家として住み込みで働いていたんだけど、ご飯に格差があったり、家主から罵倒されたり、その妻との言い合いが原因で一家5人の頭を焚き火割り用の斧でかち割ったんだ。やっぱ？特に家主の妻は滅法ひどかったみたい。よっぽど恨みがあったんだろうな。いろいろあるんだけど、自分は電気コンロを使った米を食って、この犯人には焚き火を使った炊き出しをさせていて、しかも、今後はあんたのご飯は米じゃなくて小麦粉に変えるから、って言われたんだって。それはひどいな。ちなみに同じく冷遇されていた自分の妹まで殺害しちゃってさ。どうして？止めに入られたから勢いでやっちゃったんだってさ。けどこれは犯人の証言でさ、遺族の証言では、住み込みの人たちとも区別せずに食事をしていたし、この犯人が犯行を終えた後に、現金580円、当時の価値だと100万円ぐらいを盗んで逃亡していたことから、最初からお金目的だったのでは？とも言われているよ。なるほどな。結果、無期懲役になったって話。とんでもないな。斧で割られた人の中には2歳の子供もいたからね。かなりひどい状況だったみたい。何が正しいのかよくわからんな。次のワードはこちら。福知山線、列車。なにそれ？これはえげつない事故のことで、2005年4月25日に福知山線の塚口駅から尼崎駅間で発生した、列車脱線事故である、JR 福知山線脱線事故についてヒットするよ。これ有名だよな。とんでもなくて快速列車が制限速度70キロのカーブを、約120キロで進入しちゃって、7両編成中前後両が脱線したんよね。50キロオーバーしちゃったのか。そして先頭2両は線路脇のマンションに激突して、原型をとどめないほどに大破したんだ。これどうしてスピード超過しちゃったんだっけ？日勤教育が原因の一つなのでは？って言われているね。これは例えば、駅に到着する時間にちょっとでも遅れると罰を与えるみたいな。確かに怖いぐらい時間通りにいつも電車到着するもんな。ね、すごいよね。そういったパワハラ的なやつでさ、安全よりもこっちに意識がいっちゃって、ブレーキをかけるのが遅れちゃったのでは？って感じ。なるほどな。結局どのくらいの被害があったんだっけ？乗客と運転士合わせて107名が死亡、562名が負傷ってな感じだね。やばすぎだろ。絶対に再発させないことと、そういうパワハラ的なのをやめてもらいたいね。これは他の会社でも言えるけど社員は大事にしてください。次のワードはこちら。ドリーフレッシュ。なにそれ？これは検索すると、同名のアーティストが制作した動画がヒットするよ。内容は、粘土のストップアニメーションで、やん。基本的に刃物を持ったクレイマン型のクレイマンを虐殺するというものだよ。でもまあクレイマンだからさ、残酷と言ってもポップな見た目だから、やべえとはならないよ。むしろ BGM がめちゃうるさいから耳を破壊されないように気をつけてください。そっち？あと、なんか知らんけど動画の最後に作者さんが粘土の腹をさばいて、中から出てきたパスタを貪るという映像が始まるから、それは汚いのでご注意ください。不衛生。次のワードはこちら。ブルーチャンネル。なにそれ？これは検索すると同名の YouTube 動画がヒットして、内容は昔の通販番組みたいな感じだよ。何を売っているん？タラシンっていうお薬みたいなんだけど、これを飲むと喜怒哀楽の感情をコントロールできますって感じ。精神安定剤的な感じなんかな？ところが、後半タラシンプラスってお薬が出てきて、こいつを飲むと、新しい感情が生まれるんだって。新しい感情そもそもいる？例えば無欲って表情。コッパ？あと意味わからないんだけどアンドリックって表情とか。いやどういう表情？これ以外にも様々な表情が出てきて不気味だから、苦手な人はお気をつけください。次のワードはこちら。これから風呂入るやつ。なにそれ？これは検索すると2チャンネルのまとめ記事がヒットするんだけど、タイトルが、これから風呂入るやつ俺みたいな目に遭わないでくれ。なにそれ不穏。スレ主がまず、風呂上がりに飲むために楽しみにしてたキンキンに冷えたビールが、霜で取り出せない、こうなると処理不能だろこれマジで気をつけてくれって、言った後に画像が貼られていてさ、どんな画像？かなり有名なんだけど、冷蔵庫の中に女性の顔がプリントされた、ビニール袋があるってやつ。どれもんよ？これもんよ。コッパ？油断していると来るよね。なんかポストに挟まるチラシのやつ思い出した。あ、これね。怖い怖い。これからお風呂はいる人はお気をつけください。いやもう見ちゃったよ。次のワードはこちら。合コンに来ていった。
なーにそれ？これはとあるツイッターユーザーが合コンに来ていったら女友達に怒られたって話が出てきてさ、その服の写真が怖いんだ。どんな服？うん、アチャチュムってブランドなんだけど。どんな名前だよ。これもんよ。こっは？たくさんの怨念こもってそうやん。甘くてちょっぴり毒のある独創的な世界を表現したブランドなんだって。はい、センス尖っている。来た状態で写真を撮ろうとすると、カメラがいろんな場所を顔認証しまくって、ピントが合わないんだってさ。そりゃ怒られるわ。でも話題にはなるよね。逆にモテそう。フリマサイトで4000円ぐらいで売られていたので欲しい人は検索してみてください。ちょっと欲しい。次のワードはこちら。トーマス・トールフォム。なーにそれ？これは検索するとトーマスがサムネの動画が出てくるよ。このシリーズ結構トーマス出てくるよな。内容は、トーマスの顔をピンセットでつまんでさ、スルスル打って引っ張っていくんだ。もうキショやん。そしたらこんな感じにゴキブリみたいな見た目していてさ、キショキショマンだ。液体アフルル。何この墨汁みたいなの。ほんでトーマスの顔のドアップになって、うねうねと足をバタつかせるってな動画。どんな動画？耳かき動画的な気持ちよさはなく、ただただキショいよ。トーマスの中身これだったら嫌だわ。次のワードはこちら。彼の妻に当たり。なーにそれ？これは検索すると、旧ソ連1989年作品ってな動画がヒットするよ。どんな作品？会話がない上にわかりやすい表現じゃないから。正直意味不明だけど、まずせわしなく家事をする鶏ママンがおりまして、ぐうたらに過ごすブルーパパと芋虫キッズがいるんだ。どういうご家庭？そんで謎のスーツフレンズみたいな人が来て、大量のテントウムシが入ったプレゼントをくれるんだ。いらな？それを家族で入って感じで見ているんだけど、そのスーツフレンズがママンの足を見て、鶏やん。って驚いて、そのことをパパンに伝えるんだ。そんでパパンはお前には鶏やんけってなって、家から追い出すんだ。ええ、そこからもう自堕落な生活になり、芋虫キッズも飯がなくて悲しみ、歯磨き粉で部屋が埋もれる悪夢まで見ちゃう。どういう夢？ほんで、妻を呼び戻して、都合のいい時だけ呼び出すな。妻、舞い戻る。来てくれたんだね。けどそこには、鶏になった夫の姿がってなエンド。ようわからにゃん。いろんなコメントとか読んだら、鶏って冗談めかして嘲笑する表現みたいで、夫は妻のことを鶏として見ていたけど、妻がいないと自分は何もできないことに気づく。都合よく呼び戻された妻が見た夫とこの生活ぶりに愕然として、最終的に、妻から見た夫は鶏に見えてしまったみたいな、そんな感じに思ったね。男尊女卑的な感じもするし、いろいろ考えられそうだ。12分の動画で手軽に見れるので興味ある人は見てみてください。めちゃぬるぬると動くぞ。次のワードはこちら。マニオンランドサーチ。なーにそれ？これは検索すると、同名のページがヒットして、アクセスすると Google みたいな検索バーが出てくるよ。Google と何が違うんだ？どうやら、検索ワードをダークウェブの検索エンジンを通してアクセスできるみたい。それはやばない？うん、銃とか売っているサイトとか出てくるから、検索しない方がいいよ。危な。次のワードはこちら。喋る人形を入れてみた。なーにそれ？これは検索するとニコニコ動画がヒットして、内容は、邪悪な博士がおりまして、邪悪は言い過ぎじゃない？そして手には赤い喋るぬいぐるみ。別にええやん。そしてこれをミキサーにかけまして、どうして？出来上がったものがこちらです。絨毯から取れるゴミやん。邪悪でしょ？邪悪だった。ミキサーにかけているとき、赤い人形だからひよこミキサーを思い出してさ。やめて。気分悪くなるかもしれないので閲覧にはご注意ください。次のワードはこちら。エブリン、ブラックロ。なーにそれ？これは検索したら同名のカナダのアーティストの作品がヒットするよ。アートか、ええやん。アートはお皿なんだけどさ、かなり斬新なデザインで、ありがたかっているんよね。どういうデザイン？でもちょっと私好きかも。おしゃれはおしゃれかもしれんけど食欲失せるって。作者の見解は、恐怖、嫌悪、魅惑、簡単この感情の交錯こそが、この作品の魅力。ありは、かつて捨てられた時期が持つ全ての物語を象徴している。とのことだよ。なるほど、わからん。ちなみに作品の一部は購入できて3万5000円で買えるみたいよ。意外に安いな。興味ある人は購入してみてください。次のワードはこちら。ギプダンの。なーにそれ？これは検索すると、バレンティノフハンって海外のアーティストの曲の PV がヒットして、その内容がちょっとキショいんよね。というと、内容はやんちゃな兄ちゃんが居酒屋に入りまして、店長とか他のお客とかの目がおかしくなっていってさ、宇宙人やん。ほんで女性のお目からタコさんの足あふるる。キショ？女性店員が兄ちゃんの前に行って即崩れてお口を開けるんだ。そしてあんちゃんの目から涙あふるる。何から何までわからにゃん。そんで、口の中に入っていってそこにはさらに顔があるんだ。そして目と口がないガールズが踊り狂い、あんちゃんも最後には染まってしまうよ。感染しとるやん。そういう PV。どういう PV？ でもノリが良くていい感じだったよ。意味を教えて。次のワードはこちら。I don't work。 なーにそれ？これは検索すると、働きたくないって書いてあるウェブサイトがヒットするよ。その気持ちはわかるけども。アクセスするとこんな感じのガチャガチャ画面になって、目がチッカチッカやん。二つ選択肢があって、働くと働かない。働く。そしたら YouTube 動画が出てきて歯車の映像が流れるよ。それってつまり、社会の歯車ってこと？じゃあ働かない。
そしたらこんな感じの PC のデスクトップ画面が出てきて、やりたくなければやめましょう、みたいなポップアップがすげー出てくるよ。なーにこれ？とりあえず目が痛くなるからチカチカ映像にはご注意ください。次のワードはこちら。私に一生尽くして。なーにそれ？これは検索すると、ニコニコ動画がヒットして、新三国無双7エンパイアーズにて起きた不気味なバグ映像がアップされているよ。バグねえ。どんなものかというと、まずこんな感じに可愛い子が映って、可愛い。この私に一生尽くしてくださっていいのよ。って、喋るんだけど、その瞬間顔が崩壊するんだ。どれもんよ。これもんよ。こっぱ？寄生獣やん。なんジェイミンっぽくもピクミンのチャッピーっぽくあるよね。何にせよ怖いって。セリフも相まって怖いよね。ということで前半終了。後半はどんなワードがあるのでしょう？チャンネルはそのまま。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ後半も元気に行ってみよう。やってみよう。後半最初のワードはこちら。飲みかけのアクエリアス。なーにそれ？これは検索するとプラザーの記事がヒットして、そこには夏に飲みかけのアクエリアスを放置した結果の写真がアップされているよ。ぬるそう。ぬるいどころじゃなくてカビルンルンが発生しているんだけど、それがこれもんよ。タピオカ？タピオカの群生地だよ。空に打ち上げて爆散させたい。ちょっとおぞましい見た目をしているので、検索にはご注意ください。放置せずにすぐに処理しような。次のワードはこちら。ユーズやブレインにアトレイン。なーにそれ？これは検索すると、タイン&イアメトロが制作したアニメがヒットするよ。どんなものかというと、乗客に列車のドアを塞ぐことの危険性を伝えるために制作したアニメーションなんだ。ええやん。こんな感じに男性が閉まろうとする電車のドアを無理やりこじ開けようとするんだけど、電車も負けるもんかって頑張って首チョンパされるよ。頑張らないで。続いては女性がまたも駆け込み乗車するんだけど、手が挟まって、はちゃめちゃに感電。久々に感電して骨が見える演出見たわ。お次はワンちゃん。かわいい。けどリードがドアに挟まっちゃって。あ、首チョンパされるよ。ゴーストドッグになっとる？他にも腕もげちゃう人も出てくるよ。個性豊かやん。最後は仲良く、電車に乗ってあの世へ旅立つってな動画。夏見ステップかな？だからこそタイトルは電車のそばでは頭を使ってね。にしている。曲の雰囲気とかもダムボイズブーダイを思い出すな。あ、似ているね。ということで皆さんは駆け込み乗車はおやめください。あの世に出発進行しないように気をつけて。次のワードはこちら。イワン、クラゾフスキ。なーにそれ？パラトライクって知っている？知らない。三輪車にパラシュート二台なんをつけて空を舞うんだけど。空飛ぶ車やん。飛ぶっていうか漂うっていうかそういうやつなんよ。ほんで？検索するとそれで事故った人について出てきてね。飛行中に機体が操縦不能になって森に落下しちゃったんだ。やばいやん。うん、その結果、肩に太い木の枝が突き刺さってしまったんよね。その画像がちょっと衝撃的だから検索注意。命は大丈夫だったん？うん、手術の結果大丈夫だったんだけどマジで肩に木が貫通しているからさ。よく助かったと思うよ。皆は空を飛んでも事故らないようにしてね。いやこの人も事故らないようにはしていただろ。次のワードはこちら。ボビ砂漠、熱風。なーにそれ？これは検索するとニコニコ動画がヒットするんだけど、まずこちらをご覧ください。砂漠と黒い苔？なにこれ？これね、黒いの全部バッタだよ。バッタさん。4000億匹いるんだってさ。そこまで言ったらよくわからにゃん。お互いに重なり合って熱を遮断しているんだってさ。そこまでしてこの砂漠を横断したいのか。しかも共食い上等で、戦闘のバッタは追いつかれたら食われるから、捕食を恐れて前進しているんだって。味方が敵やん。皆さんはバッタさんがやってきたらバッタバッタとなぎ倒してください。無理だろ。次のワードはこちら。激レッド、負ける。なーにそれ？これは私の大好きな動画なんだけど、検索してはいけないのに、めちゃ検索しとるやん。検索するとニコニコ動画がヒットして、内容は激レンジャーショーでさ、激レッドと怪人がバトルするんだ。お前らゾワゾワだなみたいな妙な言葉遣いするやつだよな。そうそう、格好よく登場するんだけど、終盤激レッドと怪人の一騎打ちになって、怪人の力を借りて爆中するんよね。すごいやん。ところが華麗に宙を舞って、着地に失敗するんだ。激レッドさん。腰から落下して後頭部も強打、そこから起き上がれなくなって、絶望のハイハイで逃げるんだ。怪人も心配しとるやん。しかもその時の音声も秀逸でハイハイしているのにもかかわらず、イケてる BGM の中、どうだぞわぞわ、もう終わりか？って盛大に煽り散らかすんだ。これが正義の味方？正義の味方だって自分の命を優先するのさ。捨て台詞は破綻でええやん。おもろいので皆も見てください。激レッド、いつもお疲れありがとう。次のワードはこちら。アメリカ、人形と結婚。なーにそれ？これは検索すると、アメリカ在住の20歳の女性が結婚しましたってなものなんだけど、めでたいやん。それが人じゃなくて、ゾンビの人形と結婚したんよね。ゾンビ人形？それがこれもんよ。こっぱ？年齢は37歳だってさ。まあまあなおじさんやん。13歳の時に、ホラー映画大好きな娘のためにと父親がプレゼントしてくれたんだって。ただ、笑顔が見たかったんだね。まあ初音ミクと結婚した人もいるし、ゾンビ人形と結婚する人もいることでしょう。ブルーラブなんだぜ。次のワードはこちら。アステ家族のホイッスル。
なあにそれ？これは検索すると、アステカの遺跡から出土した男性の骨から見つかった、死の笛と呼ばれる道具についてヒットするよ。特級呪物やん。最初はホイッスルだとは思わなくてさ。はい、この形なんでだなんでだろ？って思っていたんだって。けど、もしかしてこれ笛ってこと？ってなって、吹いてみたらその音色が凄まじくてさ。どんな音？おぞましいほどの絶叫、ちょっと聞いてみて。音量注意です。こっわ？断末魔やん。そう、びっくり系フラッシュの最後に流れるやつだよね。手軽にその音声が吹けば聞けるのか。Amazon でも販売しているので友達のプレゼントにぜひ。呪われそう。次のワードはこちら。バイシンクシーは高めだ。なあにそれ？これきついです。検索するとレディットのスレッドがヒットして、そこに YouTube のリンクが貼ってあって、年齢制限かかっとるやん。でも簡単に見れちゃうからさ、これ本当に注意。内容はロシア人の男性が自分の左目に針を刺し角膜をピンセットで取るというもの。ひえ、めちゃ痛々しいから絶対見ない方がいいよ。いやどうしてこんなことするん？タイトルにもある通り、この人自分の目にカメラが入っていると思って、それを取り出そうとしたみたい。あ、そんなわけないんだけど、信じ込んじゃうやつなんよね。こういう目に痛いことするやつ苦手。しかもそれが YouTube で手軽に見れるの恐怖だよね。規制して。検索にはご注意ください。次のワードはこちら。ブルガリアの犬祭り。なあにそれ？これは検索すると、ブルガリアで行われている記載が2つ出てくるよ。まず1つがクケリって言って、化け物みたいな衣装をまとって悪霊を追い払うことを目的とした、伝統的な儀式だよ。進化した中ばっか？他にはこんなのもある。米津玄師さんのグッズに出てきそう。道中で太陽に当たらないように夜に皆の家を訪れるんだって。こっわ？来ないで。生ハゲみたいなもんよ。ほんで、村を練り歩いた後、村の広場でランブしてワイワイ楽しむんだって。楽しそうやん。こういうのええよね。ほんで二つ目は？うん、二つ目はニコニコ動画が貼られているんだけど、まずこんな感じにワンちゃんを紐で縛りまして。おや？ほんでぐるぐる回転させる。ワンちゃん。そして水にドボン。大丈夫なの？うん、その後ちゃんと生きてたし平気みたい。え、なにこれ？狂犬病を予防するために行われてきた祭りなんだって。予防できるわけないやん。そう、めっちゃ批判されて禁止になったよ。そりゃそうじゃ。まか不思議な風習ってたくさんあるよね。私たちも動画にしているのでぜひ見てみてください。見てね。次のワードはこちら。広見宇宙へ。なあにそれ？これは検索するとニコニコ動画がヒットして、内容はタレントの広見さんがバラエティ番組に出演した際、1万本のロケット花火を背負って宇宙へ行こうという企画をしてさ。ペットボトルロケットで飛ぼうみたいな企画だな。実際に火をつけて飛ぼうとしたんだけど、案の定大失敗で、もう火災みたいになったんだ。やっぱ大爆発やん。全治4週間の大火傷を負ってさ、体の4割が焼けて、集中治療室に、2ヶ月ぐらいいたんだってさ。大問題やん。友人の木梨のりたけさんがお見舞いに来たみたいなんだけど、そのあまりの惨状に死んじゃうかもしれないって思ったみたいよ。それぐらいひどい火傷だったんだ。昔のテレビって怖いよね。いろんな危ないことしているよな。だからこその面白さがあったんだけどね。次のワードはこちら。まさかとは思えますか？なあにそれ？これは検索すると、精神科救援というホームページに掲載された質問に対する、精神科医の回答について見れてね。どんな質問と回答なん？これがめちゃ長いんだけど、まず寄せられた質問を要約すると、38歳の弟が7年ぐらいニートで姉である自分にめちゃ嫌がらせしてくる。例えば、部屋の前で気味の悪い声を上げて笑ったり、仕事から帰り、夕食をとっていると洗面所でゲーゲーと気持ちの悪い音を立てながら、歯磨きをしたり、お風呂にとんでもない熱湯を入れたり、早朝から大音量でラジオをかけたり。それは異常だな。だからこの弟精神的におかしくないですか？統合失調症なんじゃないですか？ってな質問。なるほど、回答は？これが事実ならその通りかもしれない。けれど、内容に出せない点がある。それは、〇〇が自分の行動を監視し、いちいちそれに合わせて嫌がらせをするという行為。これは統合失調症の典型的な被害妄想の訴えでもある。あ、まさかとは思いますが、この弟とは、あなたの想像上の存在に過ぎないのではないでしょうか。つまり、質問者自身が統合失調症なのでは？って言っているんよね。どんでん返し系の小説やん。確かに質問内容がそんな感じでさ、めちゃ長いんだけど、興味ある人は読んでみてください。ゾワワな話だな。次のワードはこちら。ホームオフィスコンファレンス2008。なあにそれ？これは検索すると YouTube のイギリスの内務省が制作したビデオがヒットするよ。年齢制限ついとるやん。内容はナイフで刺された時の対処法について解説するもので、ここにスライドあるじゃん。プレゼンしているな。このスライドに次々にモザイクなしのナイフで刺された傷跡が出てくるんだ。やめて。かなりグロテスクだから苦手な人は検索しないでください。これも YouTube で見れるのか。次のワードはこちら。お盆が。なあにそれ？これは検索すると突然不気味な画像が出てくるよ。なにこれ？
テラフォーマーズに出てくるゴキブリみたいに、目が大きく鼻と口の間が長い男性の画像で、オバマ元大統領の画像を加工したものなんだって。あかんやん。オブンガってのはニコズネクストボットっていう、鬼ごっこゲーが爆誕した時に出てきたネットミームなんよね。ちなみにアンドロイドでバックルームに出てきたオブンガから逃げるアプリが、リリースされているから興味ある人はプレイしてみください。確かに不気味だ。次のワードはこちら。何のデータ？なにそれ？これは検索すると、2チャンネルのゲームサロン板に昔立てられた。何のデータ？というスレについてヒットするよ。内容はこんな感じ。俺の PS のメモリーカードにいつの間にか見知らぬデータが、アイコンは緑や青や黄色をごっちゃにしたようなモザイクで、データ名は、身の一文字、誰かこのアイコンが何のゲームのものなのか教えてくれないか？家族はゲーム全然いじらないし、皆目見当がつかない。み？不気味だなこれは。これ当初はコラじゃね？って思われていたんだけど、Twitter に再現できたって人が現れてさ、めっちゃ、未然。セーブやロードを失敗していたら偶然誕生したみたいなんだけど、結局これが何なのかはよくわかってないみたい。バグっぽいけどな。身を持っている人がいたら教えてください。最後のワードはこちら。アックスチョコレートマン。なにそれ？これは2008年頃にオランダで放映されたデオドラントスプレーの CM で、あー日本でも売っているよな。その映像がちょっと怖くて、家でアックスを体に振りまくんだけど、その結果チョコレートマンになっちゃうんだ。めっこっぱ？ガン決まりだよね。ほんで花思いで、通行人が持っているアイスにかけてあげたり。やめて。めちゃ女の子にモテるっていうか食われるんだけど、最終的に左腕を持ってかれるよ。チョコの錬金術師やん。興味ある人は購入して振りまいてください。ということで30個検索してきたけど、本日のマイフェイバリット検索してはいけないは何だった？アックスチョコレートマンです。そりゃまたどうして？チョコのアックスの匂いが苦手だからです。そうだね、グゼよね。冬はまだいいんだけど、夏はすれ違っただけで気分悪くなるんよね。生温かい甘ったるい匂いが苦手な人いるよね。じゃあ逆にどんな匂いが好き？猫のおけけ。そうだね、猫は吸いたくなるよね。けど、それはちょっと注意。なんで？過度なスキンシップは猫がストレスを感じるってのと、猫吸いすることで、猫から人に感染する病気もあるから。マジで？適度な距離感と甘えてきたら、存分に構ってあげるのがいいよ。あと猫吸いしている人をキショイって思っている人も割といるみたい。じゃあ猫吸いしないん？するよ。はにゃにゃ？何事もバランス、バランスなのです。猫以外で好きな匂いは？ガソリン閃光雨の日。特殊か。それでは本日の授業はここまで。ありがとうございました。終わり。